お疲れ様です。お疲れ様です。もう YouTube の動画も気づけばね、400本超えてましたからね。ああ、すごいですね、もう毎日上げてももうオーバーするぐらいの量やってますから。毎日上げても？そうです、もう400本超えてるわけで、360何日、はあ、1年で毎日1日上げてたら1年を何を言うとんねんっていう言葉足らずよ、分かれへん、分かれへんわっていう。今日はそんな、今日はですね、そんなもう私の原点に戻りですね、はあ、もう中学生の頃とかによく練習してた、はあ、あのラルク・アンシエルの、はい、ラルク・アンシエルでしたっけ。僕に、いや僕に聞かれても出しときますの虹っていう曲を、はあはあ、もしかしたら今の10代の人とかって知らない可能性ありますよね。知らんでしょう ね、 ね、これね、なんで今回これをチョイスしたかっていうとね、はあ、やたら難しいんですよ。おー、そのね、アルペジオがね、こういうこのね、オルタネートで入ってるんですよね。うん、バス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 っていうのが、もうこれが難しくて、なかなかこういうフレーズって現代のね、ポップスにないかもしれないっていうので、うん、これもね、僕の世代、同世代の人も上の世代も、はい、若い世代もみんなでやってですね、はい、もう今年の紅白にね、はい、あのこのラルク・アンシェルがね、はい、虹で出れるようにね。いやもう出てるでしょ、多分。まぁ、あ、ちょっとね、はい、虹をね、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。こういうアルペジオなんですけど、あのね、コードがね、なんか、なんでしょう、これ。これね、Am、あ、ごめんなさい。コードがね、Em9th かなと思うんですけど、1度の後に 9th が来てるので、ちょっとね、あまり聞き慣れない響きというか、コード的には僕はこれかっこいいなと思ってるんですけど、まず1個目のコードがこれ。で、アルペジオはね、これね、ずっと一緒なんですよ、このね。このパターンなんですよ、大体。で、次のコードがね、指を1個変えるだけなんですけど、これだけの変化。だから1個目のコード、2個目のコードは、あんまり指を動かしてないイメージですね。1つだけ変える感じ。で、次がここに行くんですよ。このコード何かって言われたら、A 音 C シャープっていうコードで、で、A に変えて、ここで、タラランタータって入るんですよね。これがちょっとね、難しいかもしれないです。で、次がね、D コード。で、音 C。で、D に、あ、ごめんなさい。最後、B。っていう流れです。ほんでね、このアルペジオをね、打つときに、自分が考えてるのは4つ区切り。この、1、2、3、4、1、2、3、4なんですよ。この、タラララララララを1個にすると、失敗率がめっちゃ上がるので、なるべく4ぐらいに区切って、で、イメージはこんな感じですね。もちろん、その、タイミングは全部繋がってますけど、この D は一緒なんですけど、オンコードの時は弦1個飛んでるんですけど、まあピッキングパターンは一緒なので、このパターンにね、慣れてもらえさえすれば、まあクリック流しながらこれだけでもいいかもしれないですね。タタタタタタ、こんな感じでまずこれだけやるとか、これで精度上げてもらって、まあその一気に全部いくっていうのがまあいいのかもしれないし、まあいろんな練習方法あるかもしれないですけど、まあね、メトロノーム使ってテンポ大体90ぐらいですけど、はい、やってもらえれば、はい、まあもうガンガンね、はい、この曲の良さが伝わると思いますし、はいはい、まあ練習してみてね、まあ昔の曲でいいのいっぱいありますから、そうですよ ね、 ガンガン学習してもらって、はい、まあ、ギタースキルをね、上げていってください。はい、ありがとうございます。ただただただ。